じゃあもう一曲だけ休憩の前に、まずマージャン、もうちょっとマージャンについて、トリと言っても違うかなという話が出ます。ちょっと超変わってるものかもしれないですが、顔ぐらいがちょっと鳥らしくて、翼は、蝶々に似てる形、そこには羽じゃなくて、葉っぱ、いろんな生き物の一部が集まってきてる、自然も象徴しています。いろんな色の手が協力して一つのハーモニーを奏でるのは、まあ協力的なこと。マージャが結局ハーモニー、的な妖精みたいな言葉、ごめんね、僕日本語ダメなんで申し訳ないですが、そんな感じで、最後の曲、マーシャのオリジナルの曲、 CD に出てる曲を弾きます。前半くらいハープの方に集中して、それからだんだんバイオリンとフォエも入れてみます。みんな取りやすく道をこうした方がいい感じと思いますので、ぜひそっちの方でご覧ください。ありがとうございます。 I'm going to play one more tune and then can it for a little while、so、bear with me、
がとうございます。どうもありがとうございました。あちこちチラシが置いてあります。人形のお話、楽器のお話、おじさんのホームページ情報などいろいろ書いてあるところです。ぜひご自由に取ってください。あとはご質問、お話なんかあればぜひ声をかけてください。